こんにちは。こんにちは。青信号。青信号。はい、ということで、今日は、はい、どちらに向かってるんでしょう。もう休日なんでね、天気もいいということで、はい、時期なので、まあそこしかないね。ね江ノ島で、サルって。サルって。何サルって。江ノ島でシラス丼を食いに行きたいと思います。思ってます。ローズは今日。あ、そうだ。あ、そう。今日ローズの顔し。そうそう。ローズ。ということでお届けしたいと思います。まあゆるい系の部位わけなんで見てってね。ちょっとどっかで俺はコーヒー買いたいんで寄ってきますね。はーい、コーヒー買いまーす。はい、はい、ということで江ノ島着きました。とーレッツゴー。なんとか通り歩くよ。最高のシラス丼を食べに行くんだね。そう、江ノ島の江ノ道の道違う違う江ノ島の秘境にある最強のシラス丼を食べに、うん、我らは今向かっている。あたこなの食べた。あたごはん。あたごはん。あ、食べた。食べた。俺、ちなみに今日4時起きたから。うん、食べた。朝ごはん食べた。朝から全く何も食べてないから。あ、マジ？ゼロごはん。ゼロごはん。ゼロごはん。くっそ腹減ってるし。しかもその店までが、じゃあ飯なし。俺なし。オッケー。ちょっとコンビニ寄っていい？今からチート技使って、上に上がってくる。S か。課金して、上まで登れるってやつ買いました。大人の特権。大人の特権。課金ゲーですね。あとさ、ちょっと梅雨でさ、雨降ってるからさ、自然の匂いもっと出てるよ。え、カメ？カメ？マジカメ？急にミシシッピリック赤ミニカメみたいな。あ、でもえ、これミシシッピ赤リクガメ。これミシシッピ赤耳リクガメ。え、あの泳いでる赤耳ガメもいるよ。あ、すごい。ここもすごいおしゃん。おしゃれなの。こんなんなかった。うん、俺もこんなん知らない。あ、すごくない？このセミの音。セミの音ね。今年これってさ、セミ？セミじゃない？ヤギ。上にいるんだ。でもさ、セミってもっとミンミン系じゃん。確かに。こっち系もいるですよ。まあこっち系のセミもいいんじゃない。ああ。シシ系。いや、ジリジリ系のね。ジリジリ系ね。演出してくるよね、夏を。いやでもすごい夏感あるね。夏だね。なんか。何？これ有名なパワースポットで。パワースポットね。すごい。あんま知られてないんだけど、ここの裏が一番パワー強いって言われて。あ、そうなんだ。裏入ってて。スラゴンがいる。あそこです。ありました、あそこです。着きました。着きました、あれが見えてる、あれが、江ノ島の最果てにあるご飯屋さんで、見て、猫ちゃん寝てる。かわいい。あれ撮りたい。これどうやって撮るんですか。3人でいいですか。はい、いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。早速ここ入っていきます。すごい。すごい。これすごくない。いや結構、しかもさ、下にも人いるんだけどさ、小さすぎてさ見えない。見えない。高さがわかるね。すごい。こんなとこあるの。どこまで行こうかな。どこっすわ。ここにしよっか。じゃあ俺はここ。すごくない、このここやばいね。俺ここ、あの俺ここありがとうございます。決まったら呼んでくださいね。はい。いや俺は生しらすやっぱ食べとかないと。俺もね、それはもう確定だからね。江ノ島丼にする。江ノ島丼。うん、あ、江ノ島丼定食にするわ。あ、オッケーオッケー。いや俺も生しらす丼定食、
2からの江ノ島丼、定食、下層、下層の4つ。うん、すげえな、うん、でもさ、人がさ、マジでさ、下にいる人がちっちゃすぎちゃってさ、うん、意外と高いんだなっていうのが分かるよ。すげえ高いね、こんな登ったんだ。まあ、エスカレーターだけどね。エスカエスカ、ここマジでおすすめしたいね。やばいね、ここね、この風景はすげえいい。うわうまいね。うまいね。その資格持ってる俺。ちょ、免許いるんだ。免許いる。三ツ矢サイダーです、私は。三ツ矢サイダー、俺ね、コーラよりもね、やっぱ三ツ矢サイダーが好きなんだよ。おい、何してるの。いい習慣に立ち会えた。江ノ島といったらね、あ、乾杯しよう。乾杯。飲んだでしょ今。うん、あのここまでさ、はるばる来たからさ、はい、乾杯乾杯。江ノ島の絶景に。ありがとう。ホライゾン。いやー、うまい。そうだよ。これ多分醤油をかけて。やばくない？これ。うん。どう？どうどうどう。いただきます。マジ？やばい。うまい。うまい。これはやばいでしょ。あ、でもシラスもあげないと見えない。どうだ？いただきます。うん。うまい。目言ったでしょ。うん、めっちゃ美味しい。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。やべえ、醤油かけた。かけた。やばいやばい。みーも食べてみるこれ。うん、すっげえうまい。めっちゃ美味しいんだけど、このこのしらすの量ね。このしらすの量すごい。やばいわ。最高。マジで来てよかった。いい、ありがとう、教えてくれて、ね、これはここに来て。え、これも醤油かけた？かけてない。かけない。あ、七味かけた。江ノ島、江ノ島丼だっけこれ、なんだっけ。江ノ島丼、うん、食べよう。あ、うまい。いただきます。これ2杯ぐらい行きたいわ、ちょっと。しゅうさん、ありがとう。うん、これでも結構、親子丼的な味だわ。サザエが入ってるね。うーん、この風とね、このシラスがやばい。うん、うまっ。マジで生きててよかった。これこれ。ね、イカのバトルね。うん、なんか何も考えずに海にいるっていいよね。うん、なんか旅行しに来た気分だね。焼きハマグリ頼んだよ。よし、今焼きハマグリ頼んだぜ。俺らよりおもろいな、やめて。あの、わがままを言って、あの一番いい角の席、あの連れてきてもらいました。連れてきてもらった。いや、やばいね。やばいね。すごいね。どこ見ても海って感じがする。ここうちのベランダとか言いたいわ。うん、確かに、ね。いただきます。海に向かっていただきます。いただきます。ハマグリ、ありがとう。どっちがいる下に。うん。え、熱い？うまい？うん。いただきまーす。やばい、うまい。ありがとうございます。美味しいでしょ。美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。まだ食べてないです。めっちゃうまい。マジ。うん、このままなんか口の中に入れときたいもん。わかるわかる。タブレットにしたい。どう、うまい。うまい。例えると、例えると、例えると大きなアサリみたいな感じかな。前の島のカミュニティ
いや美味しかった。ごちそうさまです。魚見亭さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやマジおすすめです。ここはめっちゃ美味しかったんで、まあ、いろんなお店で生しらすも食べれると思うけど、この絶景込みでっていうのは、うん、ここだけだと思う、うん、いや本当だよね、うん、びっくりしたもん、うん、今だって俺ら崖の上だもんね、うん、すごいところにいるぜひ行ってみてください。はい、はい、猫ちゃん、え、何あの生き物。猫、獅子神様じゃね。え、キツネ。キツネの赤ちゃんみたいな。キツネ、猫じゃない、ね、猫じゃないね。初めて見た。でもあの顔、猫じゃないよね。警戒してる。猫じゃないよね。猫じゃないね。何なんだろうあれ。タヌキか。タヌキあれ。ちょっと持ってて。俺初めてタヌキ見たんだけど。タヌキいる。タヌキ、え、タヌキあれ。あれ顔がなんか犬普通に。ハイエナ。ハイエナっぽいよね。ハイエナみたいだね。何や。え、マジ何。え。この生き物は何なんですか。すごい。タヌキ？顔が犬だけどタヌキ。タヌキ？本人に聞いてみる。タヌキですか？変な。警戒してるね。この生き物は何なんですか？え、初めて見た。鼻尖ってるね。すごい。え、何？触ったらダメだ。すごい、初めて見たんだけど。マジで新生物見つけた感じする。で、こういう時に親とかにガーってやられてね、あーってなっちゃうんだよね。新鮮な。筋トレしてるから倒せるけどね。俺は何なんか視聴者に聞いてみる。すごい、鼻息すごくない今、うん、スーンって。今俺らの判断だと、食いすぎのタヌキっていうのが一番濃厚な説になってるけど、タヌキってこれ、タヌキなんだ。俺もうちょっとタヌキってなんかこうアニメとかでさ見るとさ、だらしない感じの体型してるって思っちゃったけど、うん、なんか鼻とかさ、すごいミニチュアピンシャーみたいな、ちょっとわかる、犬種に似てる。でも逃げないね、意外と。噛まれたらダメだ。タヌキバイ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 。顔がさ、シュッとしてんだよね。バイバイ。かっこいい。またね。またね。また来年来るからね。 I'm still falling out of love with youAnd I'm heading for the door. Not sure if I'll go through. Memories they take so long to erase. Will they ever even start to fade? I'm on.いやー、よかったね、江ノ島、うん、最高だった、最高だった。飯美味しかったね、うん、まあ、飯食い来たよねそうですね、マジで飯食いに来た、うん、いやよかったら、ぜひ、すげーよかったんで、場所2つとも結構大当たりじゃない。カフェもさ、すげーテラス、チルい感じだったし、おしゃれな感じじゃん。うん、すげーおしゃれだった。どこ行っても景色良かった、うん、テラスとか。そうだね。いや、飯美味しかった、本当にいい休日になった ね、うんうん、よかったら行ってみてください。ということで、最後まで見てください。ありがとうございました。またね。